まだ行きます。3人ですか？全然ちなみにどこにいるの？はい、こちら。おお。え、今誰？堀さん？今堀さん決めた、あかねちゃん。はい、ありがとう。中に行こう、中。中に行こう。こっちです、こっち。ブラジルどうなの？私取るのに集中しちゃうと無言になっちゃう。なになに高村いない。誰もなんかコンビと大体変わるか。じゃあサッカー大好きミクちゃんの注目プレイヤーは？今出てないです。今出てない。クリオさん、クリオさん。ゴレイヨです。ゴレイロですか？多分ね入ってる。ゆきちゃん自重やべえ。パスじゃない、ボギーでしょ。シーシー。おっと、ロベルト、ありがとう。パーです。決め。じゃあ解説をお願いします。やっぱりなんかあのサッカーとかフットサルのに詳しい人からこの第三者的なことを聞き込んだ方が。白倉さん、ウェルカム。白倉さん、やっぱそろそろね、台頭してこないと。そうですよ。最近なんかちょいちょい見てるんで。プレースじゃカメラの近くに。そうちょいちょい見てるんで。みんな会話で。ナチュラルの。なんかちょどっちが待つ気ありますみたいな。最初ここで会話するのは多分慣れてきますね。注目プレイヤーとかのどうですか？客観的に。まあ、注目プレイヤーだけじゃなくても。岩崎さん。岩崎さん結構なんか見てすごいって言ってる人多いですね今日は。シュート半端ないです。ハッシーは弾丸シューターですね。こう覚えられたのか。もう体入ってる。前に入る。あ、つまりから。ロベルト。あ、もう。なんか嫌な。そう、あのなんか名前分かんなかったんでごめんなさい。ロベルトにあの決めちゃいました。何回たら覚えてもらえた。じゃあロベルト解説にあのチーム参加代表として解説。何を書いてたの？違うんです。これなんか普通に見て、なんか見たプレーのなんかことを言ってくださると、やっぱり見た人からね、どういう風に映ってるのかっていうのが分かるから。そういうことでいかがでしょうか？なんか髪の毛感があります。緑と青は常連の結構組なので、そうですね。だからそれが分かんないんで、ポジションをとりあえず固定して、誰がどんなプレーするのか探りながら。探りです。ロベルトさん以外はとりあえず後ろに行って、あとはその時の気分で上がったり下がったり。私、本日直子ちゃんとニトリでカーテンを購入しました。入ってない。最初の1点で今入ってないよ。やっぱりそうだと思った。みんな
みんなの運営のなんか言葉も私だけじゃちょっと、じゃあ涼子さんもぜひこっちで、あの声もオーラがありますね。なんかね落ち着きがね違うよね。押し取ってるだけでしょ。違う。自虐。おー。それで。堀さん。誰？堀さん。ね怖い。かねちゃん怖い。残り1分です。おーっと。ただ。パーです。ボール上げてください。おラストワンプレーで始まるなんか眺めて、今日はそれしよう。なんだけど、そうする感じでしたよ。そうせないで、今だから全然無理じゃない。終わりです。終わり。